全体のバランスが崩れる可能性があるんですね。側枝からなんで側枝取ったらいけんかって、要は側枝が太くなるんで、するとメインの種子を任す可能性も出てくる、そっちが強くなると。さっき言ったセオリーから言うと、これは縮めていった方がいい、本来は。なるのはここがちょっと垂れすぎかなって思うと、この立ってるやつですね、ここがどうかなって思ったんですけども、こっち側の木ともう干渉し始めてるんで、ある程度木のサイズ的にももう十分大きくなってるんで、木の大きさとしては現状維持する方が理想的なわけなんで、ただ下がると管理しにくくなるし、ちょっと樹勢が悪くなると思うんで、上に更新枝としてこの枝なんかを使っていく、これでもいいですけど、どちらでも本人がいいと思う方に更新枝を使って、でここは今期も切ってもいいですし、鳴らして取って切るでもありです。先端なんで木を大きくするんであればこの時期でもう切ってしまえばいいんですけど、もうこれで木を大きくする必要がないんで、割と夏に切って縮めても問題はない。黒崎さん、先端あれになるんじゃないかなって僕ちょっと思うんですけど。はい、ですね、こっちに伸びてる、ね、はい、なんかそれをあっちに養分が逃げおる風なんで、これも本来は早い段階でもなくしとくべきだったものなんですよ。4年越しでこうもう作ってしまっとって、この元の枝の太さがほぼ同一になっとんで、来年はこっちを逆転して勝ちそうぐらいこっちが強くなる、ちょっと危険な状態、これは早めに整理した方がいいです。時間からまっすぐまあ、こう伸びて放射順伸ばしていくのが理想なんですけど、横にずれてそっちに種子が変わってしまうと針がかかった時に折れやすくなる原因の一つになるので、できればこっちを維持した方がいいとは思います。その立ち枝をもともとあった種子の方とマイカ線でくくってこっち側に方向づけるのはダメですか？誘引してこっちにやるってこと、はい、で、まあ、誘引しとけば荷重がかかれば自然とこっち寄りに傾いてくるじゃないですか。あれをこっちに引っ張ってく、うん、こうするんです。こう夏に切る、でここを種子でそのまま伸ばす。咲く方なんで品種がいけんことはないかなっていうパターンもありっちゃあり。まあ、せっかく、まあ、残していく段取りをしてたんだから、ちょっとじゃあその方向でやってみましょうか。まあまあこっから入って整理するとこがあるとすれば、こっちにいらんのが伸びてるから、うん、この人と一緒にくくりつけりゃいいかな、引っ張る、うん、ここから、まあ、引っ張ってこう引っ張り込む。おそらくこれを使ってこっちを縮めるっていう作戦で木が仕立てられてるんで、ある程度ここはまあ切っとかないといけないんですけど、切り縮めるんであれば、まあ、ちょっと先の先端の整理ぐらいでいいんじゃないかなと思ってますけど。あ、まあそれでもその辺はあんまり定義ないですね。夏収穫した後でも実際のところは全然問題ないんで、ここで切らないって置いとくにしても、まあ多分慣らしたらこう下がってくるんで、こう下がった時にちょっと邪魔だなっていう部分もあるんで、そういう部分はまあ切り戻ししといてコンパクトだけしとくぐらいで十分かな。これももうこうなると思うんで、まあ、切り戻してこの辺鳴らすとか、どうですかね、うん、とりあえずこれで今期は鳴らせるとこだけ鳴らしてもらって、来年上がさらに伸びるんで、さすがにちょっともうここあったら邪魔になるんで、収穫した後はちゃんと切り縮めをしておくっていうことですね。
上も下もあるんで仕事しにくいですけど、どんなく我慢して作業してもらって、来年に向けて仕事がしやすいように整理していくことが重要です。はい、じゃあですね、ざっとですけど剪定してもらったんですけど、ポイントとしては強い枝は本来はこう小さく収めたい部分は夏でできる限り整理しておくことが重要です。それはもう強い枝だけに限らず、横に伸びた長い枝でも同じことが言えるので、先でいらないな、邪魔になるなっていう場所は夏で整理しておいて、冬はどちらかというと木を強くさせる剪定になると思うので、まあ作業性も含めてですけど、弱った部分とか盛り枝などの整理が重要になってくると思います。はい、勉強になったね、スパラね。はい、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。